加させていただいた時に結構皆さんからあの反響いただきました。ありがとうありがとうございます。すいません、こんなとにわかがかつてないほどのコメントコメント数やってすごかった。そう、ほんでなんかその時に結構なんか自分でもやってよとかそのデビュー組もみたいな言ってくれた子がおったんよ、ありがたいことに。だからその言ってもらったグループの子たちを、計何グループでしたっけな、ジュニアちゃんが2とデビュー組の方が3グループ、はい、選んできまして、はい、だから今回もあのまあ一応言っときますけども、若干もうにわか程度の知識はある女の全く知識がない女が選びます。お顔が一番かっこいいこの子選手権でございます。よかったらこれも見てくださいね。まだ詳しく言ってるから、そうそうそう、だからこの動画を一回見てきて、あこいつこういう子の子、あ一回知ってもらおうて、今回あちらもこうどっちもの予想をしながらやるから一回当ててみ、超簡単やわ。だからプナがそのセブンメンさんの写真をこうパッて見て、うん、セちゃんはこの子が好きそうみたいなのも当てる。でもその写真をこう出せはできないので、ユウたちはユウたちで考えて、ミーたちはミーたちで考えるみたいな。ジャニーさん知ってるんや。知ってるよユウ。やっぱ国民的やな。そうですよ。はい、じゃあ早速行ってみます、はい、じゃああのちょっとリサフナッシーのセブンメンジャブライちゃんのネタバレを食らったので、してしまいましたね。さっきセブンメンちゃんから行きましょう、はい、あ、みんな考えて。フナの顔超イケメンやんこの子、いきます、せーの、佐々木太鼓さん。表彰されるんかみたいなやつやってる、出てきてください、イケメンさん出てきてください。確かにこれかっこいい。え、ちょっと藤巻くんに藤巻をワイルドにしたみたいな、ソース加えましたみたいな、この子超ワイルドと思って、このパッと今こう茶髪の太鼓さんのお写真も見たんですけど、うん、茶髪やったらちょっとチャラ男みたいな、チャラ男そうなんか、そうかも。でも普段は黒でこのなんか日本男児みたいな感じを押していただきたいですね。侍って感じがします。それグループ名についてるか、うん、いやだからあれですよね、セブンメンさんはあのバンドされてるから、そうなの、そういうところも多分お知らせください。え、何担当？ちょっとそこらでは知らへん、教えてください。これでマラカスとかやったら超可愛いね。マラカスでもやってる人多分あんまおらんのか、どっちかかな、こういうのな、超かっこいい。しかもちょっとって感じ、わかる、こう決め顔やねんけど、ちょっと微笑みたいんよ、ほんまはみたいな。まあ、一人目です。じゃあリサのお尻ちょっと選んでもらっていいですか。はい、試してもらっていいですか。はい、今絞ったのは中村レイヤさんか、菅田琳寧。今の感じ違うわ。いや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 、わからんよ、わからんよ。いますか。います、います。中村レイヤさん。中村レイヤさん。ちょ、やめてや。しかもな、ちゃうねん、ちゃうねん、聞いて。なんか、セブンメンさんやってくださいみたいに言ってくれた子がおって、ほんじゃさ、DM にまで来てくれたの結構5、6人。でもさ、みんながみんなさ、リアちゃんは絶対中村レイヤくん好きやと思うって言うくて、送ってくる写真が全部金髪のな、かっこいい写真なんや。それにまんまとやられてるさ、中村レイヤくん選んだんけど。この、あの、綺麗な女性的な、なんていうんですか、中性的な子はな。大好きやん。大好きやねん。分かってんねん。でもな、でもな、今度もう今野くんっていうメンバーの子がいらっしゃるんやけど、その子もおすすめしてもらったの。でその子とすごい悩んだんやけど、正直に内面はリスその子って思ったんやけど、顔はやっぱり中村レイヤさん、ありがとうございます。ありがとう、産んでくれてありがとう、お母さん、ほんまにお母さんありがとう。次、ひとかんちゃんですかね。じゃあ、ふなっしーから予想していいですか。ひとかんちゃん、いいですよ。でもリスセンターの子やと思うな。島崎とはじゃない。正解は、いや違うの、青色、西村拓也くん。これ、リサちゃんと被ってます。全然わかれへん、ちょっと待って。しかもさ、写真まで一緒やねんけど、また私が何が惹かれたかというと、このすごく純粋な瞳、キュリキュリしてるよな。ほんなら、鼻高い人好きなの、鼻にこう、目が行く人結構好きになる傾向があって、多分この子も結構お目目が大きいところに目が行きがちかなとか、知らん知らんで、実は鼻やねんて、実は鼻やねんて、鼻すごい綺麗です。この唇の形、もう全ての比率が天才的。いやでもほんまにそう思う。青色が似合う、青色、えらい似合い、青色ってね、この子が赤ってなったわけちゃうの。ふなな、紫のコートなんで、また絶対ええ子やんみたいな、笑い方からして何か絶対ええ子やみたいな、しかも絶対ええ育ちしてきたやんみたいな。わかるわ、めっちゃわかる。なんやねんけど、このなんちゃん、この子がしっかりしてるとかならまたギャップですけどね。どうですか皆さん。でもしっかりしてるけどな、この子絶対 A 型やん。ほら、 A 型やん、絶対そうやん。でも A 型っぽい顔やもん。もう俺 A 型です、 A 型の模範性ですって教えて。これカッサイでこの顔やろ、びっくりやんな。カッサイでこの顔やろ、失礼やな。でもな、だからさ、関西ジャニーズジュニアの子とか見とっても絶対関西ちゃうやんみたいな子ばっかりやねんな。もうやだ。次、ちょっと次デビュー組いきます。暑いから、ここがほんまに暑い。シンプリーク、あ、これ知ってんねん、なりせちゃん。え、なんで知ってるん。
一世のでヒラの翔。これ超かっこいいね。なあ、なんでわかる。何も考えずに、絶対ヒラの翔さんやろうなって。でもこの写真を選ぶのは意外やった。可愛らしい平野翔を選ぶ。ちょっと聞いてくれる？聞いてくれる？そう、最近ナンバ MG5 っていうあのドラマが見てるんですけど、ちなみにそこにちょっと違うこと話して申し訳ないけど、髪を変えるじゃん。めっちゃ好きになったの。それに出てヤンキーチックな髪型をしてるんや。そっちからの影響を受け、ナンバ MG5 に出てそうな感じのこの平野翔くんをチョイスしてきました。長瀬廉くんも金髪やったで。うざいことかっこいい。でもやっぱ平野翔くんのお顔もなんか当てられとってほんまに悔しいわ。次当てろ当てろ当てろ。なんで自分のコーナーなんて多分当てられへんと思う。全敗やと思うわ自分。何それ、ちょっとさ、違うライン行ったってこと？自分の、自分の違うライン行った、うん、違うライン行った、じゃあ、高橋海人くん。言わせて、キラの翔くんって黒い髪のイメージが強くて、うん、分かる。こう、ゴリってるイメージがなかった、うん、でも、これを見た瞬間にズボドー、これがしかも平野翔くんって気づかんかったよ、ふなはじめ。あ、でもそうかも、分かりにくいもんな。そう、テレビに出てる時に見る平野翔くんって知らんから、うん、こんな金髪のオールバックのいかつい髪型すんねやと思って、うん、これが好きなところでしたね。失礼しました。次、行く？はい。ストーンズさんから言っていい？選んでる時にリサさ、ふなっしーにさ、なあ、この人とこの人って一緒の人？一緒やったんやったっけ？一緒です。だからもう知ってんねん。ねえ、こっちも知らんよ。リサはストーマン、ストーマンさん、ストーマン石の男。すごい硬さ。にわかぐらいの知識は持ってるから、なんて言ったって YouTube 永遠見てるから。あれのもわかるけど、あんまなんで言わんほうがいい？でもあんたで言ってくれてもいい。わかんない、ほなストーンズさんはわかんない。キョモ、キョモ、キョモやこれは、これは、金髪の京本大学やもん。だからあえて外したかったのに、やっぱり外されへんっていう。無理よ。これ超かっこよくなかった。ロージーの撮影の時の京本さんですね。リサちゃんの、ほんまのドストライクじゃない？もうなんか集大成やわ。なるべくしてなられた。あー、なんか当てたと思うわ、みんな。そ、うん、れは正直に言うと初級とかのレベルだわ。誰でもわかる。入門編って感じだぞ。もう知ってますけどね、私。せーの、松村北斗くんでしょ。ほら、言ったよ。この方と、コーチ、コーチさん。そう。どっちも好きやのに、どっちも覚えられへん。どうも覚えられへんねん。ほんまに、ごめんなさい。ファンの人からしたら、全然違うないかって、言うと思う。でも、フナが、コーチさんをテレビで見たんよ。うん。ほんで、顔の違いで、やっと分かるようになって。でも一応、あの、かっこいいもんね。北斗さんです。超ワイルディーじゃん。これ超ワイルドいいじゃない。これは北斗さんのイメージなの？いや違う、なんか違うよな。なんか違うと思う。超ワイルド、めっちゃキャラが面白くて、私のお母さんがすごい好きです。若い子には出せないこの色気。あ、でもそういう担当じゃないか。そういう担当というか、そういうイメージじゃないんですよ。あ、でもなんかそのパフォーマンスとかやったらそういうイメージ。なんかリサさん YouTube とか見てる。あー、それちょっと天然みたいな感じなの。なんかすごい人見知り、ゴリゴリ来そうな感じに見えて、なんか僕控えめですみたいな感じだった。あー、なんかいいや。じゃあドストライクというふうに。お願いします、お願いします。お願いします。何をやねん、不況お願いします。美味しい、美味しいじゃない。食うてもうた。イケメン食うてもうた。すいません、かっこいいです。全然全然味わってしまいました。はい、失礼しました。じゃあもうラストいいですか、スノーマンさん。私たちこれマジで分からんから。でもリサ、フナッシーは鼻ってたやん。結構鼻ポイントまだ来てる？ちょっと待って、全員の鼻見ます。みんな鼻高いな。そうやねん、みんな鼻高い。フナッシーが選ぶなら目黒蓮くんか渡辺翔太くんやと思うの。全然顔感じちゃうけどな。ちゃうけど、ちゃうけど鼻っていうか、もう鼻メインかなって思うねんけど。おる、おる。おお、フナッシーのザって感じ。自分でもいや、あんま言わんと、あ、当ててから言うわ。でもフナッシーがそんな気に押すってことは、フナッシーのいつものラインじゃないんで、もしフナッシーがいつものラインに行くなら渡辺翔太くんやと思うから、見事レン君。正解！しかもその通りやね。ほんまにごめんな、スノーマンさんも名前は知ってて、うん、でもその顔と名前が一致してなかった、うん、でこうレシート出てくるやんか。レシート出てて目黒蓮っていう文字が見えた瞬間に、うん、あ、そこ行ったんや自分って思った。普段の選ぶ人って、例えばメインボーカルとかメインラッパーとかがおったら、ラッパーにとかドンじゃなくってドンドンみたいな、そういうのを選ぶタイプやね。で目黒蓮さんを選んで自分に行って、スノーマン
マンさんもめっちゃ写真多かったからな、多分一番ぐらいちゃう。キメキメのやつとかもあったんやけど、目黒蓮さんのキメキメの写真はキメキメやったんや。あー、だからこういう、だから北斗くんみたいな感じ。そうそうそう、こういうやつな。よりこのちょっとラフなのにめちゃめちゃキメてるように見えますみたいな顔が、あ、バラそう見えるんやな。そうっていうところに持っていかれました。引き込まれたもん、かっこいいって。すごいわ。はい、失礼しました。ラウール長配信でもラウール君かいかいかい、そうだったさっと言ってきましたけど、違う、ちょっと待って、ほんなら当てるわ。二択で迷って、佐久間さんか、うん、かもなしろさで選んでないね、リサ。佐久間さんで行こう。じゃあ私が選んだ第一、岩本光君。それめちゃめちゃ反抗心だろ。いや、かっこいいで。でも、これこそ船のタイプなの。みんなおかしいよな、これ。ちゃうで、ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいおかしいおかしい。リサも、二択言うてん。佐久間くんと悩んだんや。どっちのジャンルも好きなんや。だからその、リサが選んできたこの王道イケメン風。でも、案外ちょっと悪い男にも惹かれんの。だからドラマの影響やろ。ちゃうちゃう、だからストーンズさんやったら田中樹くんとかさ。あー、好きだもんな。勝った賞金言うと、中野樹君の写真も勝ったで。そう、ほんで悪い男にも惹かれる、こういうなんか乙女の部分もあるから。で、悪い時に彼すごい出てるよ、くしゃみな、もう目ないやんぐらいな感じで笑いはんねんな、このちょっとゴリゴリエイエイみたいな感じじゃない。まあそこがちょっとポイントでもありながら、まあみんなへの対抗心もある。くっそ、みんなとちょっと戦ってじゃあ一回始めます。うわ、目黒さんだけ横なんてことある。目黒さん、なんでよりによって目黒ってちょっと目黒って言うな、友達かよ。じゃあリサからいいですか。でもどう？いやでもここはほんまに意外だった。超悔しい。どうですか？見せてくださいよ。リトカンちゃんでそうね。ヒカルくんみたいな感じやろ？あのリサで言う。そう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 。まあ明らかこれがゴリよ。ゴリよな。ゴリなんか？ちゃうんか。うん、その写真で見たらゴリなんかな。え、ここがセットだ。セットより横並びちゃう。で、これがこうなるんやと。で、こうやな。なんだこれ、これ、これ。このうちらにしか分かれへん。分からん。あれがあるからな。こういうことか。はい。ぜひね、またあの、この子はこうやとか、あ、またお願いします。教えてもらえるならニヤニヤしながら読みますんで、よろしくお願いします。ぜひぜひ。はい、では今日はこの辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは最後一本締め、せーの、イケメンっていいな、いいいいな、いいいいな、僕も帰ろう、イケメンのもとへ。